NFL アメリカプロフットボールリーグの試合中、観客同士が喧嘩になり、殴られた観客1人が死亡しました。17日日曜日に行われた NFL マイアミドルフィンズ対ニューイングランドペイトリオッツの試合で、3階席で友人と観戦していたデール・ムーニーさん53歳がドルフィンズファンの男らと口論になりました。携帯で撮影された映像には、ムーニーさんら数人の観客がつかみ合いになり、警備員などが止めに入っている様子が映っています。シーズンチケットを買うほどのペイトリオッツファンのムーニーさん、妻は夫はおとなしく喧嘩するような性格ではなかったと語っています。It takes a lot to get him mad, and he has the patience of a saint. I just don't understand what happened. ムーニーさんを殴ったとされる男性は警察に連行されました。ムーニーさんは心肺停止のまま病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。直後の検視結果では、ムーニーさんの死因は外傷によるものではなく、何らかの基礎疾患が見つかったと診断されていて、ムーニーさんを殴った人物が起訴されるかどうかは検討中だということです。